フィル・ウッズはアメリカ合衆国のジャズミュージシャン。マサチューセッツ州スプリングフィールド生まれ。マンハッタン音楽学校やジュリアード音楽院で学びながらジャズピアニストであり作曲家であるレニート・リスターノに大きな影響を受けた。卒業後すぐにビバップのサクソフォン奏者として認められ、キャノンボール・アダレーやソニー・スティットと同様に偉大な 先月チャーリー・パーカーの後継者と目された。1968年と普通、ヨーロピアンリズムマシーンを結成し、録音を残した。1972年には再び、アメリカに活動の場を移した。ジャズではないが、彼を有名にした、ポップミュージックの録音として、ビリー・ジョエルの、素顔のままで、でのアルトサクソフォンソロが挙げられる。その他、スティーリー・ダン。 ポール・サイモンとも共演している。ウッズは自身の録音で7回グラミー賞にノミネートされ、4回グラミー賞を受賞した。また彼はチャーリー・パーカーの未亡人であるチャン・パーカーと結婚し、パーカーの維持2人のまま父となったことでも知られる。2015年9月29日、83歳で死去。 1978年、1950年代、1960年代、1970年代、1980年代、1990年代、2000年代、以降、ありがとうございます。